今日は皆さん多数お集まりくださいましてありがとうございます。ではスライドをやっていきたいと思います。本日のお話というのは大きく2つあります。1つは100ミリシーベルト以下は放射線被曝によるがんは出ないという言い方が誤りであるということを示します。1949年以来放射線による発生の影響は1値がないとされていますので、これは明らかな間違いです。今日の私の考え言うことの基本的考え方は、ICRP を基本として、お話しさせていただきます。もう一つは福島県における甲状腺がん科学に関する分析結果を解説いたします。標準的に簡潔な解説結果経過に基づいて、放送させていただきますが、2の方が主体ですので、1の方は適当にさっさとさっさと端折っていきたいと思いますので、本政府代表部が国連に向けて出した文書でも100ミリシーベルト以下という話が出ています。それから原子力規制委員会の機関に向けた安全安心対策に関する検討チームでも100ミリシーベルトというのは一つの目安になっているということです。開ければたくさんありますが、代表的なものだけ3つだけありました。で、その先ほどの例えば、その中2と3では、アンスケアと ICRP のパブリケーションナンバー103の A の86に、ここにやっぱり100ミリシーベルトができて、この文章が、一つの根拠になっているんじゃないかなというふうに思われます。で、これから考察しますが、この ICRP の A の86というのは要するに統計的有意差がないということを言っているだけでありまして、がんが出ないというふうに言っているわけではないわけです。で、こういう記載がありますで、これは、これを100ミリシーベルト以下はがんが出ないというふうに、転換してしまっているところから間違いが始まっているわけですね。これは要するにこの文章は、明らかにする力を持った、この力というのは、疫学統計学の検出力のことでありまして、これは ICRP のこの文章の A のこの86の後の方を見ますとよく分かります。で、ただし検出力というのはサンプルサイズ、アルファエラーのレベル、非曝曲群の発症割合と曝曲群の発症割合の増加量で、決まりますので、これ直接的には曝露量、すなわち非曝量では決まってこないんです。ですからこの書き方は非常に誤解を呼んでいるわけですね。で、しかも全ての専門家の先生は誰も比較にシーベルト以下放射線によるがんは出ないとは言っておられないわけです。わからないとかですね、あるいは100ミリシーベルトから増えてくるのがはっきりするとかですね、そういう言い方をされているだけで、100ミリシーベルト以下がんは出ないとは言っておられないわけです。で、しかもこのアドワーカイドは、今年の3月に100ミリシーベルト以下でもがんは出る、あるいはがんが出ないとは言わないようにしようというふうに確認されましたし、あるいはその後の3ヶ月後の検討委員会の確認するというのは何でないか言わないようにしましょうというふうに確認されております。従いまして、いつの間にか伝言みたいな感じで確認するというか放射線によるがんは出ないというふうになってしまっているわけですね。で、その元をたどりますと、この放射線医学総合研究所、いわゆる法医研のが、2011年4月にホームページに出しましたこの放射線被曝の早見図です。で、これがここで100ミリシーベルトという線が引いてあって、ここにがん、の過剰発生が見られないというふうに書いてありますですね。これは間違いなんですけれども、間違いであるがゆえに1年後にはこれ、削除されて別の早見図に、置き換えられています。ただ今の 放射線医学総合研究所の説明される方は、問題はですね、これがこの元の間違っているやつが ICRP の考え方であると
というふうに思い込んでおられてですね、ICRP の考え方が、100ミリシーベルトというかがんが出ないというふうに、思ってしまわれているんですね。このあたりの誤解は非常に根深いと思います。で、ICRP が示す被曝量の過剰がんのリスクというのは、これが主に、広島大学から得られた、がんの過剰横軸が被曝量で、縦軸ががんの過剰リスクですが、これはずっとこう増えていく、被曝量が増えるんです、増えるんです。で、このあたりが100ミリシーベルトとしますと、ここのあたりからこの大体半分になりまして、これこういう感じで出るんじゃないかというふうに ICRP は言っているんですね。で、域値がないというのは過剰リスクは、過剰被曝がゼロの時に原点に来る、こういうことを言っているわけですね。で、わからないということはこうやって隠しちゃうわけですね。で、だけどここは出ないとは言ってないんですね。で、実際じゃあどうかと言いますと、これ小笠先生前回の発表されました小笠先生ですが、ここが平均の全体の傾きでありますと、それが、被曝線量が低くなりますと、これ、このここはゼロですので、幅がどんどん信頼感が広くなって有意差がなくなるわけですけれども、逆に低推定値という一番確率の高いところは上の方になってですね、全くわからないじゃないし、むしろ上の方に、傾きがなっているということがわかります。で、要するに100ミリシーベルトというかは放射線ががんが全くわからないという言い方はこういったやつがここで度数のところで、ここは域値となってこういうふうになるというふうに言っているのと同じことがありまして、これは間違いないですね。で、これは要するに言いましたが、統計的有意差がないということ、ないというのは、この辺がぼやっとしてくるというのを、こういうふうに言ってるということと勘違いした言い方であります。残念なことに、統計的有意差がないというのは、いつの間にか100ミリシーベルトというかでは放射線のがんが出ないということになってしまったわけですね。ここのところをきっちりと押さえておかないといけないと思います。で、こういうことを抑え込まないと、がんが出るような事態に直面したりしますと、逆に、出なかったと言ってたのに出るんじゃないかという話になって信用を失うことになります。で、こういう統計的有意差がないというのをないというのと勘違いしてはいけないというのは、1978年にすでに警告されております、ニューヨークジャーナルの名人で。で、その後も、医学雑誌の投稿規定のとか、こういう編集長会議ですね、医学雑誌の編集長会議においてはこういう、要するに統計的有意差の指標であります P 値のに頼るのみに頼るようなことはするなというふうに書いてありまして、それはなぜかと言いますと、統計的有意差がないことと、影響がないということを混同してしまうんですね。こういうことが書かれています。これは生物学とか医学研究やっている方は、こういうのを一度は目にされたのではないかと思います。で、さて、有意差が出てなくても、有意差が出てくるいくつかの条件があります。一つは、観察数が大きくなる。で、これはすごい被曝者数が多くなるということになります。で、今、多くの人に、福島の被曝者と広島の長崎の被曝者数、どっちの方が多いですかというふうに聞きますと、ほとんどの人が広島の長崎の方が被曝者数多いというふうに、思われているようなんですが、これは間違いなんですね。それから、次に条件としては観察期間が長くということになります。それから3つ目は放射線感受性の高い集団に限る。言いますと、子供に限るわけですね。胎児とか子供
に分析対象を限る限った場合、有意差が出やすくなります。で、それから、放射線感染性の高い内科医、先ほどの ICRP の有意差がないというのは全部のが全部の年齢層の平均値でありますので、がんの中には放射線感染性がそれほど高くないがんがいっぱいありますので、そういうのを除いて放射線感染性の高いがんに限りますと、まあ、有意差が出やすい、まあ、例としてはこういうものがあります。で、上記のいずれかを満たせば有意な上昇が示されてきますので、実は100ミリシーベント以下で統計的有意な上昇を示す論文は古くからたくさんあります。で、まあ、ここで紹介しきれないんですが、そもそもですね、我々はですね、あの年齢層にあのがんが発したというふうに認識しますので、全部の年齢層の全部のがんをひっくるめたやつで統計的な有意差がなかったというふうにいくら言い積もったところで、逆に現実際の認識とは乖離してしまって、信用を失うことになります。さて1番目の話ですが、広島長崎のデータは世界中の規模ではありません。診断放射線や自然放射線によるがん影響というのはたくさん調査されています。大量のデータというのを集めて分析する時代というのはもうパソコンの普及前後から行われてまして、広島長崎のデータはもう相対的な質問データですね。で、特に診断放射線の中でも被曝量が比較的多い CT スキャンによる発がん影響が盛んに調査されています。で、被曝量も比較的正確に得られるわけですが、それで、もう国際共同研究も開始されています。それから自然放射線による発がん影響も行われています。で、広島長崎の被曝者数が100ミリシーベルト以下に限りますと、大体、6万8470人、広島と長崎が変わったんですね。ところが、福島県では、1ミリシーベルト以上の被曝者数というのは、分かっているだけでも14万8685人でありまして、これは皆さんよくご存じの基本調査に基づいていて、この回収割合というのは20数パーセントですね。まあ、100% 集まるとすると、広島、長崎の合計の10倍近く広島記者がいらっしゃるということになります。で、ということで、まあ、数倍、あるいは10倍近くになっちゃいますと、統計的有意差がないという小さなデータの話は全然当てはまらなくなります。で、これがこれはブリティッシュメディカルジャーナルの CT スキャンのデータですが、もう被曝者数68万人ですね、検査を受けた68万人と、それ以外の人たち1100万人のデータでありますが、1枚、だいたい CT スキャンというのは、先ほど出てましたが、5ミリシーベルトから50ミリシーベルトなんですが、だいたいまあ、取る場所によって被曝量が変わってくるわけですが、まだといって、まあ、10ミリシーベルト前後ですが、1枚取りますと、すでに全がんにおいて、1.2 倍、もちろん統計的有意差がはっきりと出ております。で、2枚取りますと、仮に 3枚以上になると、どんどんその多発の程度が明らかになってきます。で、これが、取った部位別。取った部位別に、それが一つ一つが、どんながんが増えていくのかというのを示した同じようなものなんですが、この縦線の青い線が、がんが発しないというラインであります。で、このラインの右側に、図が寄っておりますので、多発しているということが分かります。この図の見方につきましては、また後で説明させていただきます。で、まあ、例えて言いますと、拡大、先ほどの図を拡大したのはこの図でございます。で、脳の CT スキャンを取りますと、黒色腫が、黒色腫、それから軟部腫瘍、柔らかいところの腫瘍ですが、それから脳腫瘍、それから甲状腺がん、その他の固形が白血病などが、
でもちろん前がんも統計的有利な差を持って、上昇してきているというのが分かります。で、全体の CT して、あ、ここの部分は、白血病とその他の血液が、ギリギリ有利統計的に差が出ているわけですが、全スキャン、CT スキャンを合計しますと、全てにはね、統計的有利差が出てきております。で、ちなみに自然がん汗による白血病とがんの影響に関しましても、これ横軸被膜制御であって、5ミリシーベル、10ミリシーベルと、あ、これ例ですか、まあ、同じと考えていただいて、5ミリシーベルと10ミリシーベルと15ミリシーベルと5ミリシーベルと弱の統計、統計的有利差余裕を持って、白血病の多発というものが起こっているのは分かります。白血病を除きましても、大体15ミリシーベルというちょっと大きいところで統計的有利差が出そうな感じでグラフが推移しております。そして数をたくさん観察しますとそうなっているということですね。で、今ヨーロッパを中心に国際的な共同研究で放射線による人体影響というものが盛んに研究されていまして、約100万人の患者を対象にして行われております。で、まあ、放射線の人体の影響という申しますのは、最初に指摘されましたのは1956年アリス・スチュワートが、まあ、当時は、妊婦さんにおいて胎児の状態を把握するために現在エコー検査が行われていますが、当時はルーチンみたいな形で、お腹に、X 線を当てて、胎児の状態を把握していたわけですが、腹部に放射線を、妊婦さんに腹部を放射線を当てますと、生まれてから子供が白血病、その他の悪性疾患にかかりやすいということをラーセットに、発表しました。で、それをきっかけに世界中で、1950年代から80年代にかけて、調査を行われまして、多くの調査で、点数ページで真ん中のあたりで言いますと、がんが多発しているということが明らかになっています。で、多発しているがんというのはこういうものでありまして、これは、例えばオフィスボール正面がん調査では、コツが除いて、全部統計的な上昇が示されます。で、まあ、こういうのがきっかけになって今どこの病院でもどこの病院のレントゲン撮影室の入り口にも、において、妊娠しているか、あるいは妊娠の可能性のある方は必ず申し出てくださいという貼り出し、貼り紙がされているされるようになったんです。確認しているというか、がんが出ないという言い方、そういう日常を見る光景とも反する言い方ですね。もちろん、100ミリシーベルトを超えるような放射線検査がほとんどあります。で、最近の研究で言いますと、CT スキャンと小児白血病なんですが、これ CT スキャンを取った人ですので、ね、1回を基準にしますと、2回、4回、あるいは5回以上を取りますと、それについて小児白血病が多発してきているのが分かります。それから脳腫瘍もやはり回数が多くなれば多発してきているということが分かります。で、100ミリシーベルト問題のあるものとして、100ミリシーベルト以下の被曝でも、がんは増加すると。で、実際に、がんの増加は、多数の例で観察されています。で、これもちろん統計的有利な増加は多数で観察されていて、その程度というのは10ミリシーベルトと、あるいはそれ以下の単位で確認されているというのが、この分野の研究者の合意であります。で、しかも入院して100ミリシーベルトというのは疑惑で、がんが出ないとは誰も言ってなくて、それは法医研のホームページから出たんじゃないかなという感じになります。そこからずっと
原点をたどらずに、噂話で広がったんじゃないかなと思います。で、まあ、統計的さ、広島なしのデータなくても、それよりたくさんの被爆者がいれば、十分に出てくる可能性がある。でちなみに福島県の被爆者に関しては、この先ほど示したいくつか条件の複数を満たしておられるというふうに思います。そもそも言いましたように、私たちは、多発性部、あれによってこうなったんじゃないかというのは、あの年齢層に、あのがんがと認識して言いますので、全身年齢層に全てのがんを含めたものがどうなのかというふうには見ないわけですね。でこの議論というのは、まあ、今当たってましたけれども、国内での医学的根拠も続いた定量的で建設的議論というものを排除をしてきたというふうに私は認識しております。さて、ここからが、多発の問題になります。これは、2011年の聴覚形成大腸菌 O104 のドイツでのハイアウトブレイクの流行曲線。流行曲線というのは横軸時間、縦軸症例数のヒストグラムのことを流行曲線というふうに言います。なんでこんな食中毒の話が出てくるのかというふうに申しますと、これは多発を見て原因を調べればならないというふうに思うわけですね。で、まあ、初発患者はこの辺りでありまして、で、遅い発見をして遅れた対応をしますと、こういう大きな山が流行曲線、横軸時間ですよ、縦軸患者数ですが、こういうのが減ってしまうのに対して、早く発見して早く対応を取りますと、その分山が小さくなります。ですから、これアウトブレイク疫薬というふうに書きましたけれども、アウトブレイク疫薬というのは時間との競争の部分が必ずあります。因果論争ではしばしば時間を無視して議論ばっかりして対策を遅れてしまう落とし穴が常にありますが、そのところに注目して、時間がどんどん経っているうちに、患者が広がる可能性があるんだということを考慮するのはアウトブレイク疫学でございます。私たちは走りながら、私なんかは走りながらの疫学というふうに言ったりしています。で、この不意の部分が予防可能な患者ということになります。で、まあ、こういうのは、まあ、自治体、公衆衛生行政においては非常に重要な要素を持っておりますので、こういう食中毒を中心に、あるいは感染症、その他の健康危機管理、すべてに視野を置いて、研修会、疫学研修会というのをもう15年以上前から岡山で開催しております。今、北北海道から沖縄県まで、参加をいただいております。で、まあ、こういう教科書まで出しております。で、まあ、全国の自治体の方々とか保健所の方々と意見を交わしながら、まあ、作り上げてきているものであります。で、この中にはメディア対応というものも書いてあります。で、メディア対応をなぜ必要かといいますと、アウトブレイク時の情報の混乱というのはとても大きなエネルギー、無駄なエネルギーを割いてしまいますので、その情報混乱を少なくするためです。で、メディア対応の混乱が住民の信頼を失ったりすらします。で、住民に必要な情報、メディアの協力を得て自分のことによって住民の信頼を得るというのはとても大事なことになります。なぜ住民の信頼を得る必要があるのかと申しますと、アウトブレイクによる人体被害や経済的損害を最小限に抑えるという目的を達成するというのは行政の認識をとってとても大きな仕事だからです。で、その際には因果判断というのはある程度伴うわけですが、日本では、因果関係、医学における因果関係に関して、まあ、いろんな事情があって非常に遅れておりますが、そのあたりの本当に基本的な基礎的知識を、まあ、解説した本を出しておりますので、まあ、ご参考になれば、ご参考にしていただければありがたいです。
まだ、日本で医学情報の混乱というか起きる理由というものをまとめて、最近本に出して、出してるんですけど、本の先生ばっかりみたいで、こういうのは、アウトブレイクの時に、どんな混乱が起きるのかというのを、いろいろ具体的に出しています。さて、人の健康データに関するデータを読む時のお約束を、先ほどの本にもちょっと書いてますが、若干簡単に説明させていただきたいと思います。因果関係、原因と結果なんですが、医学においては大体結果は病気になる、あるいは病気が治るということになります。で、この原因というのは、観察可能なんですね。で、病気になったかな、病気になったかも観察可能。つまりこの間の矢印の部分、これは直接観察できないんです。見えないし、聞こえないし、味もしないし、匂いもしないし、触れることもできません。では、第六感でやりましょうというわけに、直感でやりましょうというわけにはいかないわけですね。あくまでも観察データに基づいて推論するのは科学の基本ということになります。で、じゃあ、見えないものを、データどうするのかということになりますが、それは、被ばくの情報と疾病情報に基づいて、こういう2回の割り、1回目の割り算、2回目の割り算というのをします。これ簡単に言いますと、発生率というふうに言います。で、要するに暴露しない方たちの発生の被ばくというんですが、発生率を被ばくした人の発生率を被ばくしない方たちの発生率で割ることになります。で、要するに、T を取っているわけですから、1倍付近であると多発してないように、1倍より大きくなればなるほど多発が激しいということになります。で、今回、事例の場合、市町村単位で、バックロとバックロみたいなのを考えています。で、バックロしなかった人の発生率に関しては、1975年から2008年の全国平均発生率が、国立科学センターに、のホームページで発表されていますが、それを採用しましたが、これはデータが多くなるにつれて、この国立がんセンターのデータはだんだん必要がなくなります。このことは何度か繰り返しますが。で、さて、この要するに、先ほどの2回も割り算しますと、この病気は何倍発しているのかという話になります。矢印の部分はそうやって見えるようにするわけですね。他にも要素がありますが、たくさん暴露しづらいするほど、この発生率比は高くなりそうなんじゃないかと誰でも考えるわけですが、それを病患の関係と呼んだりします。時間が経過して、より多くの情報が集まれば集まるほど、さらに正確に推論していくことが可能になります。情報が増えれば、信頼感の幅が狭くなって、統計的有意差は出やすくなります。こういう営みをやっているのは、毎日の天気予報はこういうことをやっているということですね。データが加わるごとに分析して、それを変え、分析結果を改定していくということをやっているわけです。で、科学の営みというのを簡単に、説明させていただきます。科学の営み、科学的な観察というのは仮説がないと成り立ちます。仮説をもとに観察しますと、観察データが集まって、それを分析しますと、仮説で分析して、出てきた定量的結果によって、一般法則、大体こうなんだという話が成り立つことになります。これをやっているのが、いわゆる論文、科学論文というものですね。左か、右と左、ここで分けて、右と左を区別するのはとっても重要でありまして、ね、左かは個々の現象と対応する。右側は一般法則ですので、個々の現象は解けて、一緒になります。で、個々の現象は消えますので、こちらは概念の世界です。ただし、科学の営みであるためには、こちらに基づいた概念の世界を文字や数字で表すことになります。で、左側は現実、こちらは概念ですね。大体お医者さんというのは左側の世界で、奮闘をしてますので、こちらの世界は、あんまり、特に日本はちょっと遅れてる部分があります。
で、先ほどのあれで言いますと、バックの情報、原因の情報と結果の両方の情報というのはこちらに属します。因果関係はこちらに、こちらの話になります。ですから、発生率という数字で表す概念、が必要になっています。で、こちらでます医学研究者になります。で、医学研究者の中でも、人のデータに基づいてこれをやっているのは、疫学が専門の人になります。で、因果関係は右側の世界なのに、私たちには左側の世界しか直接見ることができない。この右と左の世界を区別して議論する必要があります。左側の世界で観察して、右側の世界で、因果関係を推論することになります。右側の概念の世界というのは、確率分布、この部分がありそうかなというのを、この部分をつかむと大体つかめるなみたいなことを想像する、こういう山のようなものが付きまとってます。先ほどちょっと対比直線のところで、示しましたけれども、一番ありそうなところ、確率が高そうなところを点数定値というふうに呼びます。で、もうこれをつかめば、もう 95% つかんじゃうぞという、大まかつかんじゃうぞというのを推定するのを区間推定値というふうに呼びます。ですから、医学データの呼び方とか、この点数定値がどうなってて、区間推定値がどうなっていて、ということを読み取ればいいということになります。真の発生率では何番あたりと推定しては点推定値でありまして、区間推定値による確率分布の大部分を、指導の幅を推定しているということになります。この分布の左側が1より大きければ 5% レベルで、統計的有意差がある上昇ということになります。まあ、先ほど何でも言いますけれども、現実の世界と概念の世界、左と右の世界というものをきっちり、区別しながら論じるというのはとても大事だと思います。統計学というのは科学の論理と、この右と左の世界をつないでいっています。人間の観察では、それは、その役割をするのは疫学ということになります。大事なのは右と左を区別することになります。で、しかも右側の定量的一般法則が確率分布を持つということも忘れないでいただきたいと思います。さて、これは、1986年、経済ウイルス原発事故の流行曲線です。下の X 軸が時間です。縦軸が小ベースです。ベラルーシで14歳以下のデータです。経済ウイルス原発事故が起こったのはここですね。4月下旬に起こりました。で、今、福島では、この辺り、この図で言いますと、この辺りにいることになります。で、これをよく見ていただくと分かりますように、86年より前の部分と、85年から90年までのこの間の部分というのは、明らかに傾向が違っています。で、この部分の多発が、今感知できるのかということになります。なぜ甲状腺がんのデータを分析するのか、市民が関心を持っているかということで、現在の分析に基づいた情報を提供するという目的があります。それから今後の甲状腺がん多発と広がり、多くの専門家が、福島の原発事故においては甲状腺がんが、その程度はいろいろバラバラですけども、ある程度多発するんじゃないかというふうに思っておられますので、その多発の広がりと多発程度を予測し、把握することが大事になります。で、症例把握の範囲の目安をつけるためでもあります。それから、WHO が、甲状腺の被曝負荷というのは、要素131だけじゃなくて、空間占領率の上昇、要するにグラウンドシャリというふうに書いてますが、そういうものによっても被曝負荷があるというふうに推定しますので、これがそれぞれどの程度なのかということを考える必要があります。これは非常に、議論する大きな理由でもありますし、避難や帰還の判断材料を提供するため、でもあります。で、もう一つ、生物学的モニタリングというふうに私たちは呼んでいるものがあります。
特に要素131におきましては、どの程度被曝があったのかというのは、いまだに大きなばらつきがありますので、あるいは、モニタリングセンターが津波によってたくさん壊れたというような事情がありますので、逆に、普段はほとんど発生してこない小児がんがの程度を見ることによって、どの程度の被曝があったのかだろうかということを推定する、逆の推定というものを行える可能性がある。まあ、このようにいろんな、他にも目的があると思いますが、いろんな目的がございます。さて、福島県で行われています18歳以下の甲状腺がん検診、まあ、すでに、鈴木先生からお話がありましたので、まあ、この辺はさっさっさっさと終わっていきたいと思います。スケジュールも初年度は2011年から2012年3月ですが、こういうのもご説明ありましたので、これも飛ばしていきたいと思います。で、まあまあ、その順番というのは、まあ、未知数の空間制御率の高さに基づくと思われますが、1年目がこの部分で、2年目がこの黄色とちょっと薄黄色ですが、灰色みたいな感じがしますね。あ、この部分と、この地方ですと、そして3年目がこういう水色の部分になります。で、ちなみに、福島県の人口密度というのは、ベラルーシ共和国、ロメリシの約3倍という理由で、それはまあ、さっと動くようなものであって、実際はもっと詳細に調べなければならないとは思っています。で、まあ、先ほど言いましたように、比較対象は、国立がんセンターホームページから取ってきた推定甲状腺がんの性年齢別の推定値です。で、ここから、まあ本当は0歳から19歳までの登録なきゃいけないんですが、まあ、ちょっと高めに取るということで、15歳から19歳までの平均というのは100万人に5人ぐらいに、4人になる、大体。それからもうちょっと高いのを取ってこようということで、24歳から取りますと、100万人に11人ということになります。でもまあ、あんまり高めに取る、高めから高めに取れば取るほど、甲状腺がんの多発の程度は、多少強化されてしまうことになりますので、まあ、せいぜい、0歳から19歳の100万人に2、3人ぐらいだというふうには2003年から2007年の推計したら、まあ、2、3人ぐらいだと思っておいていただいています。これ国立がんセンターの推計値は2種類におきまして、全国の推計値と、それから、詳細ながん登録を行っているいくつかの県の推計値、そちらの方は値が安定してないんですけれども、まあ、それどちらをとっても、まあ、大体これぐらいというふうになります。で、まあ、先ほど言いましたように、この値はデータが増えてくると大きな問題ではなくなります。で、まあ、ご存知のように3ヶ月ごとに検診が発表する、今回の分析は今年の11月12日の発表になります。検診によるデータは有料データでありますよね。一方、がんセンターのデータは発生時のデータです。その間にはこういう記事式が、で、あら、なんですか、筋式が、まあ、医師効果試験に出る式なんですが、これがあります。で、これでつながるものになります。そうしますと、この余計な部分が出てきますので、これを先ほど、これをいくつかの値を当てはめることによって、まあ、専門用語で言いますと、感度分析というものがあって、実際に発生率値がどうなるかということを見積もることになります。で、95% 信頼区間の推定にはポアソン分を用います。で、結果はこういうふうになってて、23年の24年の25年の、まあ、この辺のデータは、まあホームページ、福島県のホームページから取ります。で、人口がこの真ん中の平成24年度分の人口調査対象者数が多いですので、ここは4つに分けます。
北側は福島市を中心とした、中というふうになっていますが、日本松の方にあるで、最大の人口であります郡山市、それから南としてこの白川市を中心とした地域というところで4つ目、そうしますと平均有料期間2年とおきますと多発の程度というのは100万人5人を当てはめますと29倍から61倍、もちろん全て、統計的に有利な多発になっています。で11人で、100万人当たり11人という数字で比較しますと、その分多少、少ない値になりますが、10倍から28倍というような値になります。目安は1倍より大きいことですので、かなり高いということになります。で、当然、こちらも統計的に有利であるということになります。で、平均有期間4年とおきまして推定しますとだいぶ低くなりますが、12倍から30倍で、もちろん統計的に有利になったと考えたいはずです。それから5倍から14倍というふうにやはり統計的に有利になったはずになります。で、これがいわゆるしばしば話題になっています、スクリーニング効果がどうかというような法則が必要になっています。で、ところでこのスクリーニング効果というのは要するに平均有病期間が長いと、ものすごく長い人たちがいるということなんですが、この平均有病期間をどんどん伸ばして感動分析しましたところ、平均有病期間を65年と仮定しても、なお統計的有利さ、有利な多発が継続します、一番高いところでは。で、これは5人で比較したんですが、11人で比較したときでも、29年、平均有期間を与えても多発していることになります。で、これも非常に、言えば、今の多発というものが、ちょっとした多発で、実際は影響なかったというふうに、後で分かるというのは、数十年かかりましてですね、ここにいらっしゃる方はほとんどいらっしゃらないというお亡くなりになっている頃にそれが分かるというぐらいの長い期間がかかるということになります。でこれはスクリーン影響だけはなかなか説明しにくいということを示しています。ところで、ちょっと話がそれるんですが、こんなところに注目していただきますが、今18歳以下被爆開始18歳以下はこれが対象となっておりますが、これはベラルーシの小児甲状腺がんの臨時変異じゃないですか、エジエンカーブですね。これが、14歳から15歳以下の小児の甲状腺がんですが、ずっとこういうふうに増えております。86年以降ですね。で、ちょっと増えた後、ずっと増えるんですが、これよく見て、なんでこちらが青年大人なんですが、これよく見ていただきますと、この症例数のスケールがこちら100なんですね、こちら700なんです。ですからこっちのこの山とかこっちに広がりますと、こんな小さな山になってしまいます。要するに、0から18歳まで検診してるからといって、19歳以上は発生しないわけではなく、ずっと連続してですね、むしろそれ以上の数的に言いますと高い年齢の層の方が多くなる可能性は十分考慮しておく必要があります。で、これはもちろん、被爆時年齢ではありませんので、こちらがこっちに移ってきているんですけれども、それにしてもそれを上回る多発がある可能性があります。で、現在の結論と言いますと、32回使って18歳以下の甲状腺がんが増加しているというふうに言えると思います。で、中通りである原発からの距離に関しては
比例する傾向があります。で、あの行政規格や年齢層で区切られた範囲外に多発が及んでいると思いますので、現在の行政規格外とか年齢層外の 調査を行って少量を把握する傾向があると思います。空間占領率要素に関する被爆影響の分離というのはまだ明確ではないですけども、空間占領率による被爆が続いていますので、できるだけ早く判断することはあります。で、まあ、ここからスクリーニング効果という話になりますが、これは今年の3月、山下先生が、アメリカでの講演スライドを用いられて、スクリーニングエフェクト、スクリーニング効果を説明するために用いられた図ですが、これ横軸はこれ年齢層です。で、要するに年齢、年を取れたほど甲状腺がんの発生率が高くなるということを表して、現在見つかっているこの18歳以下の多発というのは、こちらからここで見つかるものがここで見つかっちゃってるんだというスクリーン効果を表した図になります。でもこの図と分け合わせて、これは高さもっと上なんです。これですね、で今のデータでいきますと、これはお手元の資料で125.3 となりますが、持って原数値なんですが 119.1 ですので、ちょっと直していただきたいんですが、まあ、いずれにしても、これは111の、ここまでぐらいの10倍ぐらいありまして、天井突き抜けているわけですね。で、大体一生分、ほぼ一生分の甲状腺がんの症例という発生を、今の段階でもう消費し尽くしておりますですね。まあ、18歳以下で、もう一生の甲状腺がんの種というのは甲状腺に仕込まれていて、それが順次出てくるとい まあ、非常に無理な仮説に基づいているというところになります。まあ、こういう議論はタバコ肺がんの時もありました、あったようですね、1950年代で、発生率、有病割合関係を含めてスクリーン効果を考慮しても多発である。スクリーン効果があったとしても現在の多発は説明できないと思います。で、これは平成23年度分ですね、一番高い平成24年度分の中地域であります。これが2床分、1床を使い尽くして2床分の半分ぐらいまで行っておりますので、なかなかそれは無理です。で、もはやスクリーニング効果があったとしても、スクリーニング効果だけで説明にとどまるべきではない。で、こういうような状況において、まだ情報限られているとは言っても、アウトブレイクの可能性があれば、それに備えて対策を講じるというのが、公衆衛生行政の原則であります。で、まあ、スクリーニングと発生というのは違うという意見がありますが、実際に有病割合スクリーニングのデータが結構あります。岡山大学と千葉大学では、岡山大学は2012年から新入生で例にやったりしたんですね。千葉大学では2000年に学生全員にスクリーニングをやっています。で、まあ、概要はこんなところなんですが、2012年に3例を見たわけですね、2307。で、ただこれ共通要因があって、で、次の年は新入生からがんの症例が見つかっていないんです。で、千葉大学では3例、1万人か見たんです。で、まあ、そういうのを全部並べます。並べますと、一番高いのは岡山大学ということなんですが、ただし年齢層は18歳から21歳。で、年齢層は全然違うんですね。これ、要するにこちらの発生率低く見えますが、要するに0から18歳の分、あるいは 2歳から18歳の分ですが、その分の分母をこっちから差し引きますと、これがこちらが福島県のデータがダントという上がってくるということになります。およそ4倍から5倍ぐらいは少なくとも上がっていくことになります。したがってやはり福島県では達しているというふうに言わざるを得ないことになります。で、
一方、先ほど大津先生からご紹介ありました、チェルノブイリでは、チェルノブイリのデータをもとにして、被爆時に胎児でもなかった人、被爆開始時に胎児でもなかった、その後に妊娠した人たちからは、がんの感染は起こらないというのが今、定説になっておりますが、あるいは要するに、検診データですね。検診スクリーンを大規模に行って、まあ、例えばここは胎児ではなかった人たちを2万5400円で、ね、9472円、検診を行って発見できない、あるいはこれは非暴露地域を伊藤先生ということが行われて、合わせて2万4000人ぐらい行われて、やはり甲状腺がん、まあ、発見されてないんですね。こういうデータを見ますと、スクリーニング効果というのは限られたものであるのかということが言えることになります。合わせて大体6万人ですね。まあ、他にもいくらのデータある他にもデータあるかもしれませんが、そういうのを全部より、集めてきてですね、集めてきて妥当な定量的な推論に基づいて政策決定をしていく必要というものがあると思います。で、結論の提言といたしまして、確認しにくいというか被爆によるがんが発生することは理論的にも観察上でも示されています。チェルノブイリでは甲状腺がんの顕著な増加が見られた事故の4から5年後以前に、ベラルーシが、あるいはウクライナ側においても、すでに事故から1年後には症例数が増加し始めていることは認めることができます。で、非暴露集団チェルノブイリの検診データで甲状腺がん症例はほとんど見つかっています。で、従いまして、まあ、スクリーン効果というものは、限られたものになると思われますが、もう福島県では一生かかって発生するがんがすでに、見つかってしまっていることに、というのも一つの参考になると思います。で、少なくとも多発と原発事故との関連を指定するデータは今のところはあんまり、見つかってない以上は、事故後 4から5年に来ることができる。まあ、今はまだ、まあ、後で知りますけれども、あれまだ小さな、山の小さな部分ですので、甲状腺がんの大山の部分に備えることを否定する理由がないわけですね。で、以上を受けて、多発の海や因果関係を論じる、今ですね、多発してるのかしないかとか、因果関係があるのかないのかという議論をしている場合ではなくてですね、もし大山が来たときにどうするのか、それに備えなくていいのかという議論を急ぐべきになります。4年ぶりにこの多発の可能性を備えて、医療資源の点検と装備を充実することになります。充実させなければならない。甲状腺がん症例把握範囲を年齢層においても、地域的においても拡大する必要があります。それから、甲状腺以外のがん、がん以外の疾患の調査と対策を立案する必要があると思います。それから、まあ、空間線量率と要素の影響の 分離というものが、まだ、クリア、まだ、まあ、少しずつクリアになっているとは思いますけれども、まあ、この点を検討し始めて、そのためには、チェルノブイリの甲状腺が発症データの詳細な分析というのは必要になりますし、空間線量率と要素の被爆量の詳細な検討が必要でありますし、必要である。少なくとも今の分離されよく分離されている段階では、今検討されている期間計画というのは当分延期すべきと思います。しかもこれは核分子イベント以下はがんが出ないという、まあ、特に根拠のない、誤った議論に基づいているのはなおさら延期すべきと思います。で、妊婦、乳児、幼児、小児、青年、妊娠が当たる女性というような若い人たちの順番で、これからどうするのかということをきちんと検討する必要があると思います。これ先ほどの、チェルノブイリ、ベラルーシのエピデミックカーブ、流行曲線ですが、チェルノブイリではここが起こって、
この大きな山が起こってきました。今福島ではこの部分が、起こっている状況であります。福島ではこのように備えなくてよいのかということを皆さんに問いかけたいと思います。スクリーン効果はもはやこれでは説明できない、実質的な影響が神なんですが、地域間で影響さらに出られると、要素が空間成長したということになりまして、今どんな準備が必要かということになります。アウトブレイク対策の基本というのは、人的被害が想定される場合、多かれ少なかれ何らかの疾患のアウトブレイクが少しでも想定される場合は、そのアウトブレイクの可能性が完全に否定された場合のみ 対策を立案する必要がないんですが、そういうことが起こりそうだということが少しでもある場合は、一応対策を考える必要があります。それが皆さんが普段行っておられるリスク回避の普通のやり方なんですね。今はアウトブレイクの可能性完全に否定されているところか、アウトブレイクの可能性は十分に輸送できるデータがしかございません。で、対策を立案し、実行会議をいち早く設定するのが行政の責務であるというふうに思います。ご清聴ありがとうございます。ご清聴ありがとうございました。